前回のあらすじ。あ、そうだ、お前と私が合体すれば、最強の生物になれるのだよ。おお、それならもちろん合体します。いや、合体させてください。いいだろう。それでは行くぞ。あ、ちょっと待って、お手洗いに行ってなかった。合体してからでも行ける。では行くぞ。おーい、遊びに来たよー。て、え？ギャー。素晴らしい、素晴らしすぎる戦闘能力。このパワーは何なんだ？私の予想していた力の数倍も能力が高いぞ。うまくいったみたいだね。よかったよかった。おお、トライアングル、聞いてくれ。私の予想していた何倍もお前は弱かったみたいだ。隣にいるのは、誰だ？あ、どうも、ジュペッタって言います。なんか変なのに飲み込まれて、気がついたらここにいたんだけど。こいつ、地球上でワースト2だ。まさか私は地球上で1番目と2番目に弱い奴を同時に吸収できたということか。なんて運がいいんだ。どうしたの？何かあった？いや、なんでもない。これならミウやトラらぬ暗示、そして女神にも勝てるかもしれない。それでライカ、この後どうするの？え？あ、それじゃあまずは、トララのところに行こうか。よくわかんないけど、いいよ、ジュペッタもいい？うん、もちろん、どうせ家にいても引きこもるだけだし。あ、僕も、いやー、やっぱりジュペッタとは気が合うねー。だねー。さすが戦闘能力ワースト1と2、私生活もゴミだな。ふう、危なかったけど、なんとか逃げ切れたね。まあまあ、早期落とさないで、失敗は誰にでもあるし、次頑張ればいいんだよ。いや、失敗した理由の根源に言われても困るんだけど。根源？失敗の元となる奴のことを根源って言うんだよ。え？そんなに褒められると困っちゃうよ。うん？この子は病気だ。さてと、君がいる状態だといろいろ面倒なんだ。だから、消えてもらうよ。え？あ、アンジュ？どうしたの急に？私たち仲間でしょ？仲間？デカプリオ、君のせいでトララに負けたんだよ。君さえいなければ勝てたんだよ。責任取ってよ。どういうこと？本当に君って鈍感だよね。君が私の能力を下げてるんだよ。君は私のガンなんだよ。え？ガン？ガーン。ふざけるな。お前がいなければ私はもっと強くなれる。さあ、消えてもらうぞ。ちょい待ち？少しだけ話し合わない？ほら、お茶とまんじゅう。はないけど、ゆっくりしていってね。消えろ。嘘？いや、やめて。ギャー。くく、これでお荷物は排除した。さあ、今度こそトララを始末してやる。だがもしトララたちがさらに合体していることも想定しないといけないな。よし、誰かと合体するとするか、誰がいいか、手当たり次第に探してみよう。さてと、それじゃあ逃がした魚を捕まえに行くとしようか。カイム、追うのはやめておいた方がいい。は？前は追いかけろって言ってたのに、いきなりどうしたの？怖いの？さっき勝てたのはゴミが途中で帰ってきたから、いわゆる運だろ。もし今頃アンジュがゴミを始末していたらどうする？お前はただ帰り討ちに遭うだけだぞ。そんなのやってみないとわかんないじゃん。お前も気づいてるだろ？あいつが本気を出した時のパワーを。ここは一旦合体を繰り返すんだ。クソが、まあいい。ただし、あと一回合体したらまた挑むからな。好きにしろ。ただし、使えるような奴と合体しろよ。わかってるって。それじゃあ物色しに行こうとしようか。くく。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。